本日も始まりましたサイバースポーツチャンネルです。サイバースポーツの下田です。よろしくお願いします。小金です。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、まずですね、サイバースポーツチャンネルのアスリート対談とは何ぞやというところでですね、そうなんです。はい、気になるアスリートの方々に、競技の魅力やご自身の活動などをですね、まるで友達かのような距離感でいろいろ聞いて発信しちゃおうというアスリート応援チャンネルになっております。よいしょー、はい、興奮がふつふつと来るわけで、私たちの大好きなあのスポーツ、はい、そしてちょっとね、はい、個人的には年齢が私たち近いということで、はい、競技のことからアスリートの方のことまでいろいろお話ししたいと思います、うんうんうん、では早速本日のスペシャルゲストをお呼びさせていただきたいと思います。お願いします。はい、本日のスペシャルゲストはパラスノーボードの近和貴人選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、本日はですね、はい、パラスノーボーダーの市川選手に来ていただきました、うん、ということでですね、私の方から誠に先生ではあるんですけれども、はい、市川選手のプロフィールを簡単にご紹介させていただきたいと思います。お願いします。はい、水天宮の夏祭りなどが有名な埼玉県は寄居町のご出身です。22歳の時にお友達に誘われたことがきっかけで競技を始められたということで、現在エレマテック株式会社さんにご所属されまして、新潟県神楽スキー場を拠点に活動されております。そしてですね、主な出場経験としましては、全日本障害者スノーボード選手権やワールドカップなどなど数々の大会にご出場されております。そして最近ハマっていることはキャンディークラッシュソーダということでお伺いしております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、水天宮の夏祭り、どんな感じですか？有名と聞くとね、いや、花火がすごく上がる祭りで、荒川の河原から見れるんですけど、はいはいはい、もう真上に花火が上がるので、もうすごく音と光とがすごい迫力があって、めちゃくちゃ綺麗な花火大会になります。あ、素敵ですね。はい、今ね、夏祭りとかね、うん、お花火とかも軒並み中止になってしまう、ちょっと寂しいですよね。そうですね、やってもらえないんですけどね。みんなでね、コロナが落ち着いたら、うん、水天宮の夏祭り行きましょう。花火にね、行きましょう。はい、じゃあまずですね、早速ね、競技のお話聞いていこうかなと思うんですけれども、お願いします。スノーボードを始められたきっかけがお友達に誘われたことがきっかけというふうにお伺いしてるんですけれども、うん、こちらも友達も今も一緒にスノーボードやられたりするんですか？そうですね、友達自身が小学校からの付き合いみたいな友達で、で僕が足を切断して入院した時に、はいはいはい、毎日来たりしてくれて、で退院して1年後ぐらいに友達とかがスノーボード行くっていうから、お前もやってみなよみたいな感じで言われて、きっかけです。じゃあそれまではスノーボードはやられたことはなかったってことですか？でも足切る前もスノーボードはやってたんですけど、はいはい、1年に1回行くか行かないかぐらい、本当一般の人が変わらないぐらいな気持ちでやってます。そこからね、競技の方にだんだんとシフトしていくわけなんですけど、本気でやっていこうっていうところに向くのに、なんかきっかけとかあったんですか？それこそ、その競技行くまでの過程っていうのがすごいあって、はい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 、もう最初はスノーボード楽しいなっていうのを感じだったんですね。それこそ義足で僕走るってことをやってなかったので、なんか簡単に走る以上のスピードが出せて楽しいなとか思ったりして、なんか別に足なくてもこういう疾走感は得られるんだなと思って、スノーボードにハマったんですでその後にまた同じ友達と滑り行った時に、一緒に滑っててお前下手くそだなって言われたんです。なかなかこっちからしたら、いやそれは義足だから大丈夫でしょ感じだったんですけど、でもそう思った後になんかすごい僕自身ちょっとムッとした、あ絶対お前より上手くなってやるかんなみたいな気持ちになったんですね。火がついたわけですね。そう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 。なるほど。でそこから週3週4で滑り、ほいほいほい滑り行くようになって、はい、それを半年ぐらい続けた後に、ほいほいほい全日本障害者スノーボード選手権があるっていうのを知って、チャレンジしてみなよっていう感じで知り合いの人から言われて、で出てみたらそこでまた4位になったんです。すごい、表彰台にも立てないみたいな、それすごい高いだなと思って、で今度は友達に負けないよりも、その義足の人たちにも勝ちたいっていう気持ちに変わって、でそこから競技に目指していったっていうプロセス。なるほど、こう2つのこう悔しい出来事が、ね、市川選手の火をつけたと。なるほど。でもなんか、ある意味友達のお前下手くそだなって一言、すごいこう市川選手にとってターニングポイントですよね。だからそれはすごい印象に残ってます。はー、なるほど。多分ご友人だからこそこう、うん、まあ、そうやってポンとこう言えたんでしょうね。そう、
絶対そうだと思います。でもなんかいいエピソードですね、すごい。本当に、ね、チカ選手ね、パラスノーボードを始められて、パラスノーボードのチカ選手の思う魅力ってどんなところにあるっていうふうに感じますか？パラスノーボードの魅力としては、うん、やっぱりあの魅力とやる側の魅力で、うん、僕2つ進めたくって、うんうん、側としては僕のやってるパラスノーボードクロス4人でのレースなので、それこそ簡単に言ったら F1 のレースを見てるような感じ。なるほどなるほど、まあ、そうで、さらにそこにぶつかり合ったりとか、はい、すごい大クラッシュとかもあるので、もう結構そういうのを見ていってもドキドキ。なるほど、魅力の一つかなっていうふうに思います。確かにこう激しいぶつかり合いとか、ね、コースアウトしたりとか結構ダイナミックではありますよね、やっぱり。うんうんうん、そうなんですよ。で、やる組としてはやっぱスピードすごい出るのでもう一人ジェットコースターみたいな。そうですよね。こうやる気があるっていうか、俺そういうの楽しいぜみたいな人はやってほしいなっていう魅力がある感じ。ちなみに始めた時、それぐらいのスピードで走るのってちょっと怖くなかったですか？いや、めちゃくちゃ怖かったですよね。でめちゃくちゃ怖かったんですけど、やっぱりそこでこう怖いなって思ってやめちゃう終わりなんですけど、うん、こ怖くても、まあ、ちょっと頑張ろうっていうふうに続けていくと怖さがなくなっていくっていう。なるほど、そこを超えて見える景色があるわけですね、はい、そこを超えると。そうですね、言ったらもうね、ちょっと M な部分もあるかもしれない。そうですよね、確かに。か普通の人だったら、あ、怪我するからやめとこうってなっちゃう。僕はなんかそう思わなくて、やっぱ悔しいなっていう気持ちがすごい強くなっちゃう。なるほど、やっぱ始められた時と今のと全然スピードって違います？でもスピード感は一緒かなと思います。ただからそのスピード感に対しての恐怖心がなくなってきたかなと思います。あ、多分私たちが体験したことがないスピードだと、ね、そう、私たちが思ってるスノボのスピードと多分市川選手が普段されてるスピードと多分全く違うジャンルのね、ものだとは思うんですよ。ものだとはね、だからこそでもやっぱハマる、その先にハマる何かがあるわけですよね。そうですね。なるほど。なんとも言えない感情がこうお腹の中からこう、うわー